これから7回ライオンズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号29井口が2番手としてマウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。この先がバッターボックスに入ります。今日は盗塁が1つあります。初球時ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターボックスは2番源田。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ワンアウトランナーありません。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。アウトコース外れます。インコースファウル。さあ6球目は何か。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。変化球空振り。さてここはどういうピッチングのいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました。この打球は落ちそうだ。ライト弾く。それをフォローする。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。バッターは DH 中村。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。低めの変化球は決まりません。この球は外れています。インサイド打った。サード正面取った。一塁送球。一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがライオンズ